こんにちは、翔吾です。ハロー、三崎奈央だよ。いらっしゃい、差が悪いよ。ちょっと聞きました奥さん、うちのチャンネルが登録者数500人を突破したんですって。奈央、あなたは誰目線で喋ってるんですか？でも500人も登録してもらえてると思うと嬉しいわね。そうですね。なので今回は翔吾の落書き部屋の登録者数500人の記念動画を残したいと思います。登録者が伸びた要因の分析や今後の投稿予定とかも語っていくから、ゆっくりしていってね。記念パーティーの費用は全部翔吾のポケットマネーへ。まず改めまして、チャンネル登録者数500人達成できました。登録してくださった方、本当にありがとうございます。これもなおちゃんとルイさんというチャンネルアイドルがいたから成り立ってるんだね。そこ自分で言うところじゃないと思うんですけど、それにそれ以上にどう考えても視聴者さんのサポートのおかげの方が大きいです。そうなのよね。ここまで来るまで登録してくれてありがとうね。まあここで飽きて解除しちゃうかもしれないけど。悲しいことをさらっと言わないでください。でもさ、去年の締めくくり動画で2023年はチャンネル登録者数500人いきたいって言ってたよね。思っていたよりも早く目標達成したことに驚いたの。それは私も思いました。4月はまるまる動画投稿休んでいたにもかかわらずこういう結果になるとは。ちなみに2022年の締めくくり振り返り動画は概要欄にリンクを貼っておいたよ。ねえ、ところでここまで登録者が伸びたということは何か理由があるんじゃないかしら？そうですね。ここからはチャンネル登録者数500人達成の経緯のようなものを分析してみたいと思います。やっぱり私のアイドルとしての魅力が。そのくだりはもういいです。そういえば、今年はショート動画の投稿頻度が増えた気がするわ。確かに今年の1月からショート動画量を増やしました。もしかするとそこから登録してくださった方もいらっしゃるかもしれませんね。でもショート動画って不定期更新じゃなかったの？そうなんですよねー。せっかく来たのにって思わせてしまったらすみません。このチャンネルは基本解説付きのイラストメイキング、ラインスタンプ作成に関する解説、そして時折、クリスタで漫画を描く上で使える小ネタなどを語っています。ショート動画は基本おまけなのよね。でもさ、最近は LINE スタンプ関連の動画も投稿頻度減ってきてるんじゃないの？すみません。多分それは前も言ったんですが、大抵の LINE スタンプに関する情報はもう、ほとんど言い尽くしてるんですよね。今はありがたいことにコメントで質問してくれる方のおかげで投稿できています。投稿頻度が減ってもうちの、チャンネルを見てもらえるのは、この LINE スタンプ関連動画を残してるからといっても間違いないと思うわ。あと個人的には登録や数が少ない時ほど投稿頻度の固定は大事だなと思いました。投稿頻度を固定することで少し次の動画投稿まで期間が空いても次の動画も見ていただいてる気がします。だからこのチャンネルは毎週金曜日18時投稿って決めてるのね。ショーゴは毎日投稿は1回もしなかったけどね。ねえ、これまでの経緯は大体分かってきたけど、これからの動画投稿の予定はどうなるのかな？わかりました。ではここからはざっくりですが、今後の動画投稿について語ります。今後は以前も言ったようにイラストメイキングの記録を優先にこのチャンネルを運営しようと思います。解説動画はもう作らないのかしら？いいえ、全く作らないということはないと思います。ただこれからもっと登録者増やそうとか再生回数伸ばそうとか、そういうことはあまり考えてません。なんだか消極的だな。もちろん登録者数や再生回数が伸びるのは嬉しいです。ただ正直そこまで自分の中で YouTube をヒットさせようという意欲はそこまでありません。あくまで集客方法の一部だったりデータ記録用だったものね。その通りです。動画作り自体は割と好きなのでやめないですが、今後はもしかすると投稿頻度よりも動画内容の質を上げることを重視するかもしれません。せっかく生配信とかしてアイドルなおちゃんとして売り出せば儲かると思ったのに。自分からあまりメタな発言はしたくないですが、それだと私たちは無言のお絵描き作業しかできないと思います。つまんないの。こうなったら B 小町に加入してアイドル活動し
しようかな。推しの子か、ちゃんとアシスタント活動を優先してください。さて本日のトークは以上です。この動画の一部でも参考になったり面白かったらグッドボタンを押していってくれると嬉しいな。このチャンネルは毎週金曜日18時に動画投稿をしています。ショート動画は不定期だけどね。何かご意見やご感想、指摘などがありましたらコメントをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。よければ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。